どうも、ベタです。パーサカやっていきたいと思います。はい、本日は、バルサやべさか。50にすることができたので、やべさか、使っていきたいと思います。で、テーブルなんですけども、まあ予想通り、普通の、やべさかと同じテーブルですね。まあイベントが1個追加されて、金徳が、電光石火取れるようになっております。まあ選べるので、まあでも今回は電光石火取っていきます。その理由としましては、まあせっかくなんで、やべさか、やべびっち。この二人を使っていきたいと思います。で、まあオフェンス3、ディフェン、あのスピード3ですね。で、バルサ、やべさか。さっき、やべびっち、草津。で、マクーラのアフロ来たのでいきたいと思います。さあ、ちょっと精神足らないんですけども、しっかりとやっていきたいと思います。で、今回、初期値なかなかいいですね。いつもちょっと敏捷不足なので、ディフェンススピードが高いのはありがたい。さあ、オール S を狙って、まあ S かな、テクニックだけ S 欲しでもいいけど、まあ、それを狙ってやっていきたいと思います。で、とりあえず評価上げていくんですけども、何からいこうかな。じゃあ、草津くん、行きましょう。どうしようかなぁ。矢部坂くん、コツあるから矢部坂くん行こう。ダッシュちょうだい。ダッシュ。ドリブラーか。ファーストゴールのコツは、イベントでもらうんで、ダッシュのコツは欲しいんですね。できれば。はい、お、これはメンタルですね。メンタル行きましょう。やべ。とりあえずね。とりあえず今回、先ほど精神が足らないと言ってたんですけども、ガッツストリームの位置をちょっとずらそうかなと思ってます。ずらすといっても、まあ、セク2のガッツストリームを起こさずに、セク3の1ターン目か2ターン目に起こそうと思っております。そうすれば、クロスカウントに、そこでスタミナ5をもらえます。まあ、精神枯渇してる中、スタミナ5は大きいので、はい。とりあえず精神どんどん稼いでいきたいかな。はい、フィジカルいいよ。メンタルない。とりあえずメンタルいってください。いないか。ではメンタルいこう。矢部くんがもうピンクだった。早いな。ヤンスくんで、ソウルフルヘア。オフェンス来たのもマックさんかな。フィジカルいこうか。こいつら評価上げてね。フィジカルいきます。今のはオフェンスでも良かったんですけどね。まあ今のはちょっとね、自分の考えでいきましたと。行きたいけどね、メンタルいきます。はい、でオフェンスがつきました。オフェンスがついちゃったか。まあいいや、録画する。いいでしょう。でオフェンスつけてもいいんだけどね。サツくんも上げたいんだけどな、評価。オフェンス、メンタルつけよう。枕のちょっと足らないよな。じゃあ、ちょっと回復してみよう。いや、オフェンスいきます。オフェンスを確実につけて、ちょっと2回目のガッツストリームをずらすので、1回目も遅らせていいかなと思っております。遅らせれば、チームメイトの評価、しっかりと上げれるかな。はい、さっき、成功して、ナイス。いいよ。で、これはメンタルいっておこうかな。メンタルいってきます。しっかりと燃やしていきましょう。で、左より。で、右。はい。いいですね、捕まえました。捕まえたので結構火は燃えましたね。で、失敗してくんない？チームメイトで評価上げたい。残念です。で、フィジカルいこうか。まあ、テクニックはどうせいらなかったから良かったです。でフィジカルで草津くんの評価を上げていきましょう。まずは体力回復しておきます。でクロスカウントに行くためにはしっかりと今のドリンクを残しておいてください。100は残しておかないとちょっときついんで、最低80かな。80残してくればなんとかなる。残しておいてください。でさっきはもう捨てます。サツくんも頑張っていきたいかな。はい、サツいきましょう。で、次のターンテクニックでいいかな。あ、もう一ターン粘ってもいいけどね。
はい。で、931。これはしょうがない。これはしょうがない。読んでないからね、ガッツストリーム。はい。ではではでは。草津くん行ってもいいな。草津行ってテクニック行こうか。はい。一旦落としますが、いいです。いいです、いいです。フェアプレイ。フェアプレイか。で、体力消費しないでね。お願いします。集まってたか、あー集まってたか。まあそれはしょうがない。テクニックいきまーす。さあとりあえず今からタック来てください。タックのとこに集まってください。お願いします。でカバディ左で様子を見る。で真ん中で様子を見る。おっと右、いいね。マッチアップゲット。で、これで、チームメイトの評価が上がるまで助かります。さあ、とりあえず5人はいけてんかな。さっき以外はいけてるね。さあ、オフェンスに集まってます。とりあえずオフェンスに集まってくれれば。残念だ。これは、ここ行きます。フィジカル行きます。次のことを考えてフィジカル行きます。しょうがない。とりあえず、まあ、2人集まってきたらいいと思います。そして、ここから、しっかりと、タックに集まってください。これはいつものボールを要求。いいですね。で、タック。もう2人いる。3人。ナイス。いいよ。いいよいいよ。まあ、ダブルタックなんでいいでしょう。ここに草津がいるのでね、もっとありがたかったですね。はい。で、これはやる気を下げたくないな。はい。監督評価を上げていきましょう。はい。で、どうする？どうする？お、これは精神ですね。精神足らないので、ありがたいですね、これは。で、できるだけ早めにスタミナを上げておきたいですね。しっかりとスタミナを上げておきたいので、オフェンスを S までしたら、とりあえずあとは精神をスタミナに使います。ディフェンスはとりあえず上げません。いいですね。で、スタミナ上げといて、オフェン、ファーも上げたかな。上げといて、まずはメンタル練習がいいかな。はい、メンタル練習いきましょう。で、次、でかいタック打ってほしいな。でかいタック、さあ来い。あ、なかった。ダメ。1人、2人。しょぼいねー。では、これは、スピードいきましょう。はい、終わりでーす。100点し、難しいボール、ナイス。わあ、これさっき来てほしかったな。しょうがない。ではチュンガバ狙っていきましょう。残念。 ではとりあえずタックはいきます。ヤベビッチ、これちょっと回復しよっか。いや、いらない。お願いだ、ダッシュくれ。ダッシュが欲しい。ドリブラー5で使って、まあ仕方ないか。で、憧れのユニフォームディアンス。これはファーストゴールですね。ダッシュはワンチャンもらえるんで、いいです。いや、オフェンス行きたいんだけどな。まあ、チュンガバ狙っていきたいと思います。残念。体力消費は今のとこやめてほしい。お願いします。はい。ボンバーヘッド。オフェンスタック切りますね。ナイス。いいよ。オフェンスタック行って、ちょっとスタミナ上げておきます。忘れないうちに。スタミナ忘れちゃうとね、もったいないことになっちゃうんで、オフェンスタック。で、メンタル行こうかな。バランス感。根性骨もらっていきましょう。はい、いいですね。では、メンタル行きまーす。で、草津。分かった。はい、いいですね。で、成功して、お願い。あ、失敗。残念です。残念だ。で、もう一丁メンタルいくのはありだな。メンタルいきます。はい。体力が持っていかれる。ちょっと大変だな。で、これで、気合を入れてもらいましょう。気合。入れてもらったら、
個つくからね。はい、ナイス流星群、助かります。で、どっちがいい？どっちでもいいんだよな、正直。一回これ回復しようかな。回復しなくていいか、テクニック。はい、ではフィジカル踏んで終わる。いや、これメンタル踏もうか。ワンチャン監督、次のターン回復もあるし。はい、ワンチャン監督来てください、お願いします。ナイス、いいよいいよ。さあ、こっから、こっからだ。北野くん失敗しちゃったんで、成功させていきましょう。ガッツストリームで経験点をいっぱい稼ぎたい。お願いします。スピード、おお、いいね。999だ、ナイス。いや、とりあえず敏捷を使っておきましょう。とりあえず敏捷を使って、はい、これでいいですね。で、スタミナも振っておく。はい、で、スピードいきましょう。999、はい、いいですね。成功してお願い、ナイス。いいよ、今のままでいい。はい、で、次何、スピード自体ない。おお、今日今日今日、おーし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 、2人いいでしょう。で、スタミナちょっと上げておこう。で、スピードは、もうこれは999は迷うな。ちょっとディフェンスは様子見でいきましょうか。じゃあディフェンスじゃない、スピードは100にするかは様子見でいきましょうか。とりあえずテクニックとか上げておきます。経験点は稼げてるんだ。さあ、うまいこと言ってくれ。で、オフェンスいきます。はい、残り2ターン、E タック来てください、お願いします。さあ、ポイ、まあ、これは普通に成功ですね。さあ、クロスカウント。このスタミナ5をね、いつも自分逃してたんですよ。まあ、でもよくよく考えると、これは拾っといた方がいいかなと。スタミナ以外の精神70、筋力70を超えるからね。おーおーおー、いいよいいよ。で、カットズもいる、ナイスだ。いいよー。で、ここ行きましょう。いい感じに来てる。で、最後来てください。来ない、残念です。残念だけど、全然いねえじゃん。まあ、これはメンタルですね。とりあえず上げれるだけ上げていきましょう。で、ディフェンスも上げちゃいます。もう上げちゃいます。はい、で、筋力は、はい、これでいきましょうかね。はい、いきまーす。で、メンタルいきまーす。はい、では、これは普通にやります。はい、りなちゃん、まあ、ほぼほぼ成功するはずなんですよね。え、全然ダメじゃん。ビハインドのコツももらえなかった。ビハインドのコツ、もらえないんかい。でも、めっちゃ長い、めっちゃ長かった今。はい、いいでしょう。成功しましたね。そしてガッツストリーム終わりました。まあ、なかなかもらえたね。いいよ、さっき。ナイス、ナイス、成功。そしてこれは、まあ、もちろんこのためにドリンク置いてたので、ドリンク使ってみましょう。いいですね。で、ディフェンスも上げていきましょう。で、パワーも上げていきましょう。これで、なかなかいい感じの初期、基礎値にはなってきましたね。はい、これでとりあえずスピード踏みます。で、炎上も来てくれるんでね、ありがたい。やべさが来るから、炎上も来てくれる、いいですね。で、いや、練習だ。はい、あ、上の方が良かった、まあいいや。で、カットじゃもうやっちゃった。ではテクニックいきます。はい、メンタルを燃やさないで、お、いいよ。で、仲間に入れてもらう、いいでしょう。で、試合でメンタル以外を燃やしてほしいな。はい、しっかりと後半。
もういいよね、振らなくて。いきます。お、でも思った、スタミナが余裕すぎるな。交渉掴んどいて、根性も5か。はい、これでいきましょう。はい、終わりました。さあ、メンタル以外をお願いします。まあ最悪ね、ドリンク使います。メンタルついちゃった。あ、ついちゃった。ラッキーですね。さあ、行きましょう。いい感じです。タック。いいタック待ってます。お、お、来ました。999。矢部くん、なんか持ってるぞ、この二人。矢部坂、矢部ビッチ。持ってるね。最強だね。いいね。ありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。で、多分こうなると、こうなるとですね、確実に、うん、マックスにしないといけないですね。どうすっか、どうすっか、どうすっか、うん、迷うね。20-20なんて使うとこないもんね。ギャプレー、おー、いいね。どうしようかな、どうしようかな、まあ、こんなもんでいいのかな、いいのかな、まあ、技術は余ってもいいんだけど、精神はね、ちょっと使いたいんだよね。できれば、できればできれば使いたい気分はある。精神はいつも足らないからね。こうなると微妙だな。微妙だな。なんか違うな。なんか違うんだね。違うんだね。難しい。いっか。これぐらいいっか。これぐらいいっか。これぐらいいいかな。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 いや、はい、これでいきましょう。さあ、とりあえず999きたね。ちょっと流れ乗ってましたよね。練習、あの、まず試合が来て、前部のあのあれが来た時点で来てる。それがなかったら俺多分今はね、マジかーって叫んでましたね。さすがにこれをガッツストリーム以外で呼んでしまったのはすごい悲しい。はい、ありがとうございます。3000点近い練習、ありがたい。お、しかも次敏捷もらえたね。ありがたいね。とりあえずオフェンスは100で、パワーは99で、テクニックも99で、スタミナも99。はい、よいしょ。で、いいね。スピードにいるよ、スピードにいるよ。一人か、まあ一人でもいいでしょう。ドリブラー、ドリブラー取れてる。ドリブラー5で取れてるし、もうトラップは取れます。取れてるね。で、ダッシュが欲しいな、ダッシュが欲しいな。さあ、矢部坂くん、ダッシュください、お願いします。さあ、ダッシュだ、ダッシュ、ダッシュ、ナイス。いいよ、ありがとうございます。で、成功するでしょう、さすがに。ナイスです。さあ、タック一人か。今ちょっと期待したんだけどな、スピードになった瞬間。まあでもこれはスピードしかないですね。フィジカルでもいいけど、まあスピードですね、普通に考えて。で、スピード、まあ100にはできないか。100にしたかったんだけどね。なんで俺スピード上げたんだろう、さっきにミスったね。まあいいや。で、ディフェンスは100で、90でいきます。で、振るものはないね。あれ、交渉どうだっけ、まだ振ってないのか、振っちゃったのかも。あー、精神余るね、これ精神余っちゃうね。まあいいや、スピードいきまーす。精神足らないと思ったら誰や、俺や。精神足らないと思ったんだけどね、余っちゃったね。はい、スタミナ100、いいですね。
はい、パワー100、いいですね。はい、テクニック100、いいですね。はい、ディフェンス90、いいですね。はい、ありがとうございます。で、これあげますでいいか、チームプレー。はい、ド根性、ド根性取っておきましょう。もう取っておきます。で、闘争心も取っておきます。で、さあスピード1人か。でもスピードだな、これは。うん、臨床だけは多分足りてないはずなんで、スピードいっておきましょう。はい、すごい食事がいい、あの基礎値がいいですね。うん、12,795 点。これはいけるかもしんない。これはいけるかもしんない。さあ、このまま稼いでいこう。でも、筋力失敗したよね、俺たちか。あれ？筋力 606？ やべえな。いや、ミスった。溢れちゃったか。溢れちゃったか。忘れてたな。溢れると思わなかった。マジか。溢れちゃったよ。ちょっともったいないことしたな。うん。技術と精神溢れちゃった。もったいねー。もったいねー。もったいねー。で、金徳が ?1、2、3、4、5。あれ、矢部坂くんと、あれが来てないね。矢部ピッチ。まあ、来るでしょう。さすがに来るでしょう。で、筋力、振っておこうかな。はい。うん、マーク外しも振っとこう。で、精神も使うだろう。はい。これで行こうか。とりあえず行こうか。はい。で、これは休みます。普通に休みます。おー、さっき来てほしかったな。はい、チュンガポコイ。残念。で、体力回復ありがとうございます。イベント掘ってほしいな。でも、ここで踏む意味はないんで、メンタルでも言っておきます。お、成功して。ナイス。いいよ。いいよ。で、さすがにこれは休もっか。休もっか。いや、さっき行きたいけどね、休もっか。あ、あるじゃん。さっき、マーク、あ、でもさっき、便所くれるんか、便所もらおう。便所くださーい。はい、ありがとうございまーす。え、矢部坂くん、どう今、体力。矢部坂。え、やばい、あと3回。やばい、あと2回。いける？矢部坂、間に合ってね。間に合わないのは悲しいよ。できたら取り組みましょう。で、次、休むかメンタルですね。ムードいらない。お、ありがとうございます。やべさか。ナイス。で、後先考えないことで、うん、電光石火狙っていきましょう。で、スピードでもいいけど、これはメンタルいきましょう。メンタル。で、練習後イベント来なかった。で、やべビッチ。出しコツもらうか。出しコツもらおう。はい、ナイス。で、もう限界だよ。で、矢部坂来い。矢部坂来ない。矢部坂が来ねえ。やばい。で、これはディフェンスなんて言ったらダメだな。とりあえずメンタルつけて7、6、5。メンタルはつく。メンタルとりあえずつけようか。はい、矢部坂来い。矢部坂。で、これは回復しておきます。やめさか。え、来ない。やばい。やめさか来ない。来てほしいんだけど。で、とりあえずこれを踏めばいいな。で、決定力くれないかな。ヘディングでもいいよ。後半変調はいらない。お願いします。で、やめさか絶対来ねえ。残り3回あるから。ヘディング。あれ？ 3 掴んでたのか。まあいいや。で、しっかり前半後半いきます。はい、まあこれはスピードだ。スピードスターは取ろうか。うん、はい、行きまーす。はい、終わりました。さあ、こっからがっつりと稼がなくてもいいから、とりあえず矢部坂来てください。矢部坂お願いします。え、ない、まずいよそれ。とりあえずテクニック行こうか。ここ行きたいけどテクニックだね。テクニック行って矢部坂来てください。お願いします。マジで来て。
やべさか。お願いします。やべさかおいで。あー、マジで？マジで？いや、これは辛い。精神もらうけど。待って、やべさかが来ない。これは結構辛い。で、これは遊びます。ちょっと待って、俺、アイテム持ってるよね。やべさか、あなたが一番大事なポジションだよ、今。さあ、やべさかおいで。これでもうガッツリーム起こすか。さあ。さあ、やべさかおいで。お願いします。さあ、来てください。お願いします。本当にお願いします。来て。マジか。筋力ですね。筋力ですね。これは辛いですね。かなり辛いですね。筋力か。なんで？経験ってめっちゃ稼げたやん。残念ですわ、マジで。2人。もったいねー、この経験点。せっかくここまで行ったのに。まあ仕方ないか。仕方ない。仕方ない、仕方ない。では、オフェンスいきまーす。タッグは来ない。いやー、正直もう何振ればいいか分かんない。ここまで取れてしまうと、とりあえず1ずつ取ってヘディング、マッチアップ、ボールダッシュ、カババリング、変化のボールと PK、 チームプレーは取るでしょう。回復、カウンターも後から取りたい。タイエースはまあ厳しいかな。認証だね。認証が足らない。とりあえず認証が足らない。スピードもらいに行きましょう。いや、どっちも人いねー。いやー厳しいね。まあテクニック行きましょう。スカウトの評価も上がるし。あ、さっきで認証もらうか。まあさっきで認証もらいましょう。はい、いいですね。で、お、今回、虹フラッグ出ましたね。俺、初めてかもしれない。まあ、嬉しいです。で、しっかり前半、後半行くのですが、これ、試合経験って何人積んでる？結構多いよね。多いと2人か。2人ですね。なんか、あ、3人ですね。なんか多いなと思ってたら、3人積んでます。さあ、やっていきましょう！はい、終わりました。さあ、最後。スピードに集まってください。お願いします。臨床が欲しい。臨床しかいらない。とりあえず臨床タック。お、あ、終わった。2人か。まあでもこっち行きましょう。技術いらないよね。技術いるけどいらないよね。いいよね、技術はいいよね。あー、司令塔は、あ、でもいいよね、臨床の方がいい。臨床いきまーす。スピードいきまーす。はい。で、まあ、振ってからいきましょう。さすがにこれは。しっかり前半後半いきます。フィジカル怪我して、さあ、取って。空中戦はいいです。で、先読み奪還危機察知。で、途中出場取れるね、これ。あ、タイエース取りたいな。とりあえずタイエース取ろうか。うん、じゃあこれでとりあえず行きましょう。はい、行きまーす。はい、終わりました。さあ、どれぐらいいったかな。臨床が結構稼げたからまだ触れるはずなんですよね。で、経験点的にさあどれぐらいいった。1万8000はいっているはずなんだ。1万9000ぐらいいった。いってないかな。さあどうだろう。はい、19,707点。これね、多分、セク4の初めの、あれ、マックスに取れてれば、2万点いけましたね。まあでも、溢れるから意味ないよね。多分、技術、精神、溢れないか。溢れるものあるか、まあ、残念だったね。ですが、それ以上に、ワンチャン SSS、じゃあ US 欲しいに行けんじゃないかなと
もうほぼほぼ撮ってます。ほぼほぼ、うん、撮ってるね、撮ってる。もう撮るものねえもん。二重丸系と、まあ、コーチングは取れてもいらないし、か二重丸系以外は全部特納取れました。イエイ。コーチング取っとくか、それなら。本当にこれ、コーチングとムード取ってしまえば、二重丸系以外全部特納。やばいな。取っちゃうか、やっちゃおう。いやー、すごいっすね。ついに、ついに、ついに、もうすべて取るものを取ってしまった。いや、次何目指したらいいんだろう。まあ、金徳がね、6個しかないっていうのが残念なんですよ。6個しかないけど、うん、全部取れた。まあ、後半編とはいらないんで、うん、いいんですけども、特の二重丸系、まあ、全部取れた。いいね、これでいこう。もう、振るものはない。はい。で、US 星に行ってください。でも、これで US 星に行けば、金徳あと2つあるんですよ。で、合計17上がるんですよね。星、どれぐらい行くんだろう。星に行ってワンチャン、US 星4あるんじゃない？頑張れば。はい。US 星2、来ました！え？マジで？これ星4いけたじゃん。くっそー！マジか。悔しいな。なんか、ネタ会が神会になってしまった。やべ、やべ、うちのネタ会が。くそー、金徳6でこれか。悔しいな。まだまだ伸びるってことが分かりましたね。そして、今の限界的に、多分 US 星4はいけます。星4はいけるけど、いけるけど、って感じですね。いけるけど、だって、ソウルフルシュート、ボンバーヘッドだと10上がるでしょ。で、ファーストゴール、電化の、電光石火で、7上がるんですよ。で、あと、スピードとディフェンスをマックスすればまだあれだけど、それはちょっと厳しいとして、フィジカルとかもちょこちょこ取っとけば、残念だな。いやー、悔しい。US 星さん行きたかったなー。残念です。特の全て取りました。うん、青特全部取りました。はい。残念です。まあでも、これは、すごい回になったかな。自分の、まあ一応、うん。一応、スタメンも、てか左上更新ですね。堂々と更新できたはず。はい。これができるならワンチャン、5万いくぞ。5万行きたいな。無理かな。5万。行きたいんだけどね。どっちがあれだ ?289。279。あれ、どっちが強い？こっちか。で、いや違う。こうやって、はい、US 欲しい。48,623。あと、1,377。US 欲しいです。星4とか作れたらな。すごいのにはなるけど。またそれには多分、莫大な、招き猫が必要となってきます。はい。また、次回から目指していこうかなと思います。その前に、まずはセンターバック US をデビューさせたいかな。はい。本日はこれで終わらせていただきたいと思います。またこれからもガチ動画や、こんな ネタ動画のつもりだったんですよ、本当は。今回も。ネタ動画も上げていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ベタでした。さようならー。